駅前の自己 PR パート2、性格は一言で言うとちょっと抜けてます。今ハマっていること、ハマっていることはプリクラ集めにハマっています。高校生じゃないんだけど、結構友達とかからもらったりして300枚ぐらい500枚ぐらいはあるかもしれません。体は柔らかいですかと、昔新体操やってたから柔らかかったんですけど、最近運動不足で硬くなっちゃいました。睡眠時間はどれくらいですか。睡眠時間は毎日全然決まってないんですけど、平均にしてだいたい6時間ぐらいです。どんな格好で眠りますか。寝るときはすごい格好で寝て、なんかこういうマラソンの走るような感じで寝ちゃいます。朝一番に起きてすることは、携帯電話の留守番電話を聞くことです。どんな雑誌を読みますか。雑誌はいろいろ読むんですけど、最近はかわいいとかエッグとか JJ とかいます。携帯電話を持ってますか。携帯電話を持ってます。ポケベルは持ってますか。ポケベルは前持ってたけど今は持ってません。助手席に乗りたい車はベンツのオープンカーとかです。しかも色は白です。まさき前の生活について、日記をつけたことはありますか。日記は小学校とか中学校、休日は何をしているの。休日はほとんど寝ています。1ヶ月のお小遣いは決まってません。バーゲンはよく行きますか。バーゲンは行きません。どこで洋服を買いますか。洋服を買うのは109が多いです。掃除はしてますか。掃除はたまにちょっとだけでも全然しないです。ダイエットをしたことは、もうダイエットはしようと思うんだけど、でも3日ぐらいで続かなくなっちゃいます。痴漢に遭ったことありますか。やっぱり中学校の時が痴漢が多かった。エッチな電話がかかってきたらどうしますか。エッチな電話がかかってきたら電話切る。風呂で体を洗う順番は、髪の毛、さっきよりまさき前の恋愛について。彼氏はいますか。彼氏いません。ファーストキスはいつです。いつ。ファーストキスは中学2年生の時です。ナンパされたことはありますか。ナンパは結構あります。浮気をしたことありますか。したことないです。彼氏は自分より大きい方が良い。と、好きになれば背は関係ないんだけど、なるべくだったら大きい方がいいかな。どんな口説き文句を言ってほしい。ずっと一緒にいたいとか。いや
どこでデートで行きたい？デートはなんか温泉とかスノボーとかに行きたい。恋愛対象は何歳から何歳まで？絶対恋愛対象は意味なんて関係ない。何歳で結婚したいですか？結婚は今のところ30歳くらいで結婚したいと思います。子供は何人欲しいですか？一人っ子だとかわいそうだから2人ぐらい欲しいです。まさき前のいろいろなことについて。超能力を信じますか？超能力は信じません。幽霊を信じますか？幽霊は信じません。 UFO を信じますか？ UFO も信じません。今の悩みは何ですか？今の悩みは今は特にないです。何歳まで行きたいですか？と年なるべく長く行きたい。50歳まで。世の中で一番怖いことは火事、地震。ゲームは好きですか？ゲームは好きです。友人は何人いますか？友達はいっぱいいるから数えたことないのでわかんないです。好きな車は？全然車のメーカーとかわかんないんだけど、オープンカーとかが好きです。好きな街はどこ？好きな街はやっぱり東京で、海外とかはロスとかが好きです。色まさき舞の趣味について。カラオケは行きますか？カラオケはよく行きます。よく歌う曲は、よく歌う曲はグローブのプレシャスメモリーです。あとスピードのステディです。好きなアニメは何ですか？好きなアニメはなんだ、ドラえもんです。映画は好きですか？映画は大好きです。行く人がいればいっぱい行きたいと思います。プロレスは好きですか？プロレスは たまにテレビで見たりするけど、あんまり好きじゃないです。野球は好きですか？野球は嫌いです。好きな野球選手はいますか？好きな野球選手はクロマティで、なんでかっていうと、私の誕生日の次の日に誕生日だからです。ゲーム機は持ってますか？ゲーム機はたまごっち持ってます。どんなゲームが好きですか？ゲームはロールプレインゲームが好きです。プリクラ持ってますか？プリクラ集めいっぱい今ハマってて、もう500枚ぐらいはあります。